はい、今日はですね、ライブを、スーパーブラウドというバンドでツアーに来まして、ボビー君も遊びに来てくれたわけですけども、でそれちょっと合間抜けてね、本当はライブ見なきゃいけないんだけどね大好きな場所に、割とライブハウスから近いんで、ここは、震災橋、アメ村の中、ロックロックというロック、イエーイ、ここでね、ここでだけど僕あの当時ね、マットさんとね、ヒーセさんと TYO の頃ですよ、ね、朝まで狂ったようにして狂ったように朝まで肌色事件とか店がね、肌色なの肌色まず俺が脱ぐんだよで周りのやつどんどん脱がしていくんだよ、みんなでパッと肌色変な肌色そういう素敵な、ね、歴史のあるバーからお送りしております。どうも、ドラマーのマッド大内でございます、ボビーアートレザー10周年おめでとうございます。すごいね、もう10年もう10年ですよ、ほんまに。でもまあ割と最初の頃からいろいろお世話になってましてですね、はい、いろんなアイテムを作っていただきまして、ね、ありがとうございました、本当に。最近は全然あれですけど、ね、やっぱなかなか気合い入れないと、ボビーアートレザー、オールハンドメイドなんでね、あの間違いなく物はいいんですけども、このやっぱそこそこ値段なので、勇気がいるんですよ、商品化するのが、間違いない、久しぶりにやろうかな、でもな、あなんか、ね、ねえ、うん、10年ということでね、もう10年、だから、マントさんとは10年以上のお付き合いになりますね、そうだよね、うん、だから最初に、ボビー君に会ったのは、名古屋でした。名古屋ですよ、うん、名古屋でマーシバンドの時に現れて現れて、うん、で、すごいかっこいいペンダントをしてて、あ、そうですね、あのファイアックスガラス、そうそう、グラスの ね、そうですね、だからグレートフルデッドとかが、あ、そうです、ね、そうです、このブニョブニョブニョみたいな感じの、すごい白のなんか中に入ってるファイアックスガラスの、それいいなっつってくれたんだよ。そうなんですよ、まあ僕もね、まあなんでくれたの、あれ結構高いやつだよ。だけどね、あれ他にも僕持ってたし、あ、そう、うん、でまああのあれも気に入っては使ってたんですけど、うん、けどまあこれもなんかのご縁かなと思って、呼んでるもんがあるじゃないですか、なんかこう こいつは僕のもんでも、うん、マトさんの方がなんか映えるなと、そういう感じ、うん、あのすごいね、やっぱ考えることが違うね。そうですかね、うん、まあ、当時はでも、うん、あの時はボビーアドレザーまだやってなかった。まだね、ボビーアドレザーっていう名前でもなくて、うん、何かしたいなと思ってて、でも最初はあのブライアン・アダムスのレックレスというアルバムが好きだったんで、うん、だからレックレスというブランドにしようと思ったんですけど、ちょっと臭いかもね。そうそうそうまあそこからまあいろいろ考えて、そう、そこからね、いろいろ考えてでやってるうちに、まあボビーアドレザーっていうブランド名を、なるほど、うん、あの考えて、10周年ですよ。いやだってね、株式会社で10周年迎えられるのって、で全体で何どれぐらいのパーセンテージだったの？なんか数パーセント、 10% もないんですよね。ないんですよ、 3%。 え、 3% ですか？ 3% すごいことだよ。いや僕は、いや僕は何をしちゃったの、もうね、ちょっとなんか、じゃあ久しぶりに何か作ってください。はい、ありがとうございます。また考えますんで、よろしくお願いします。いや、こちらこそです。買ってね、お願いします。10周年だからやっぱね、多少値が張っても値が張っても買うべき。ボビーアトレザーといえばマッド、そう、いろいろだからね、広がっていったじゃん、ボビーも、うん、あのアーティスト、関わるアーティストの、ほんでしまいにはさ、これ言っちゃっていいのかな、長渕さんのなんか作ったりするようになっちゃってそうなんですよね、ほんともすごいな、もともと長渕さん大好きじゃん、大ファンじゃん、日語りでやるぐらい好きじゃん、ほんでそういうことになってるから、なんでどうやって繋がったのって言ったら、ね、俺だったんだよ。そうです、全てはあのマット大内っていう、そのなんていうんですか、つながりがあって、いや最初もどんどん紹介したから、ね、ほんで、まあ、紹介以上だから動くで動くね、そっからね、いろんなほらあのこういう感じで飲んだりするじゃないですか、うん、その時にあいろんな人と出会うでしょ、で、まあ、イチローさんもそうじゃないですか、そうだね、そうだね、イチローからだよね、そうなんですね、ベガーズバンケットって、そうそう、ベガーズで、そこでイチロー遊び来て、俺はブルースデトックスとかもね出たと思う、それがいろいろ
喋った時に、まあ、ボビーに行って、そう、そこで知り合ったのが僕だった。そうなんですよ、そっからですよ。だからそれもやっぱり、ね、うん、さっきの、まあ、でもスガラスのアクセサリーと一緒で、うん、そのなんつうの、流れみたいなのあるじゃん、流れね、はい、面白いなと思う。この人とこの人出会ったら、まあ、面白いことになるかもしれない。俺とその人だけだったら、うん、ないことが、うん、俺の知り合いと結びついたら広がりが出てくるの、うん、そういうのがやっぱり考えるだけでワクワクするしね。ねえ、そういうところなのかなっていうのはね。いや、そうですよ、ずっと長いこと付き合ってるの、うんうん、やっぱもうマッドさんとひょんな出会いでね、うん、こういう今もこうやって言ってるじゃないですか。まあ今やね、あの腐れ縁の域に入ってしまいましたけど、まあ、完全に弟分と僕は思ってるんですけど、いやいやいや、なんかその導かれてる感じはありますし、人生の中でいつも贈り物はね、何をしませんで、お世話やらわしやっぱりと手堅いん、なんか手堅い律儀な、いや、まあまあそうですね、俺なんか全然しないですよ。いやいや、今度お返ししなきゃいけない。あります。まあそんな感じでね、もうマズさんとはもうお付き合いが、あね、もう10年以上のお付き合いになるんです。その中でもこういうボビーアトレーザーというブランドを作って、まあ僕もなんとかこうね生きながらえて、これからまあさらに10周年20周年分かんないですけど、続けていくうちにね、こう命ある限り、うん、でも僕はもう人生の中で出会えてよかったなと思ってますし、うん、感謝の気持ちでいっぱいです。もうマッドおじさんには何かあったら、何しろとにかくおめでとうございますですよ。ありがとうございますね、頑張ってください。はい、はい、ありがとうございます、ね、アーティスティックそんな感じで、ね、いい、ね、終わりたいと思います。マッド大内さんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ボビーアトレザー、ワークロー。